GM チャンネルスタッフ。ゲームマーケットがお送りする GM チャンネルスタッフ動画です。今回担当するのはゴエモンと山田番です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、前回ちょっとボックス紹介を、そうですね、はい、私の山田番のボックスを以前ですねさせていただいたんですけれども、うん、今回は僕のボックス紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いします。これは多分すごいよ。いや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 、いやこれはすごいと思う。いや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 、ゲームマーケットの GM チャンネルでモンストといえば今クラゲかゴエモン、まあ、はい、おいちゃんもいるけどね、はい、うん、でもまあ最近はゴエモンの方が多いんじゃないかなっていう、というかまあランクがでしょうね、うん、でもてかやってる年数なんでしょうね多分。あ、長い。別にその上手い下手だったりしたら、うん、全然おいちゃんもすごい上手いんで、うん、おいちゃんも別に俺は及ばないですし全然あれなんで、まあそこは人それぞれですね。まあまあ感じ方はということで見ていきましょう。ぜひボックス見ていただければと思います。ほう、はい、じゃあこれは僕触っていいですかね。どうぞどうぞ。ありがとうございます。 俺やったら多分全部飛ばしますから分からへんし。グレモリーは最近のほうあのやつで結構面白くて、やっぱその防御アップが降臨であんまいなかったんですよね。ほうほうほう。で爆発持ちなんでちょっと作ってみたっていう感じですかね。はい。これは何をモチーフにしてるんですか。グレモリー。グレモリー悪魔。いや貴婦人って。もう単純に、うん、適当すぎ適当すぎ。大丈夫言わない言わない、うん、だって分からん。今まで神様とかなんかね獣とかさ、うん、なんか、まあ、なんか妖精とかグレモリーってなんか魔人だったような。あ、でもなんか出てきてるわ。そうなんかいますよねグレモリーって。なんか悪魔だったかなんだったか似たような、ね、ランプの性的なこと。そうそうそう、そんな感じもあったかな。それやったら分かるね。はい、龍馬ね。うん、龍馬。あー龍馬かっこいいわ。龍馬、坂本龍馬は、まあこれはね、うん、僕シャンバラ勝てましたけど、こう、あの、これいて勝てるんですよね。あ、むしろいい品だったら勝てない。いなかったら勝てない。あ、そうなんや。これで、要はシャンバラのボス戦の手を破壊できるんですよ。うん、ほう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 。両手があって、手を破壊して倒していくっていうスタイルなんで、やっぱ龍馬はすごい強いなと。必須。いや、火はこの子いてほしいよねっていう感じですよね。へえ。みんな絶対欲しいっていうキャラです。てかね、はい、俺見たことない絵がいっぱいあるわ。マジですか、うん、どれ。このなんかイケメン誰これ。イケメン、あ、ラザニーね。こいつ何ピザ焼いてる皆さんね、ここら辺多分ちょくちょく曖昧だと思うんですよ。あの、まあちょっ、まあ結構前かな。ラザニーっていうやつと、ラザニーっていう、うん、ナチョスっていう、ナチョス、うん、あのサボテンみたいな、まあなんかね、料理の時があったんですよ。あ、そう、え、コラボ？これ、いや、コラボじゃなくて、なんかイベントね。某ピザなんとかなんちゃら。いや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 、危ない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 。某ピザなんとかなんとかパーティー。違う違う違うのこれ。ラザニーと、うん、ナチョスと、ショコラっていう、ショコラがエクスレーター EL っていう、まあ、唯一そのシリーズの中ではいいんじゃないかって言われてたやつですね。この子はほとんど見ないよね。うん、いや俺初めてなんかめっちゃイケメンいるわと思って。そう、まあ僕好きなんでね、キャラを見るのが好きとか、やっぱりその新キャラ見てたら見ちゃう人なんでわかるけど、はいはいはい、知らない人いるんじゃないかな。いや多分スルーしてるんちゃうこだって俺普通に欲しいもんこれイケメンだから、イケメンやからイケメン美女系のキャラちょっと揃えたいなって思って、はい、意外とねこのライジングマルゲリータっていうストライクショット名前が面白い、うん、ヒットしたボスの弱点アップってやつなんですけど、あんまない。いやこいつだけなんじゃないかな。イザゼロね。うん、おイザゼロは俺ちょっと曲頑張ろうかなって。あ、マジっすか。あの俺ね、なんか気持ち悪いプライドみたいなのがあって、うん、プライドっていうか、まあ今もうクイバタとか運曲作りましたけど、なんかみんなが作ってる運曲好きじゃないんですよ。うわうわ出たで中二病ちゃうんそれ、うん、気持ち悪いよね。人が持ってへんやつ俺が作ってやるぜみたいな。そう、気持ち悪いよね。俺だけのみたいな。気持ち悪いよね。いやでもそういうのはいいと思う。俺も嫌いじゃないの。そう、まあだからいわゆるグレモニーとかね、はいはいはい、作ってみたりしてるんですけど。なるほどね。そうだから、あの、まあ、なんか俺も使ったことないから、まあ、タスカもしてないんだけど、うん、一応ちょっと頑張ろうかな。いやでも強いんしょ。強い強い。これ音曲作ったら多分めっちゃ強いしね。なんでも生きやすいかなっていうところ。もっとなんか、え、それみたいな、なんか変なロボットみたいないるやん、たまに星5あれね、うん、違う、俺もああいうのはちょっと違うんですよ。炊飯器みたいな。そうそう、好きになれない。あ、は、あかんの。そう、なんかちょっとやっぱ好きがいいかなって。持ってへんで、あれだってみんな。そうそうそう、炊飯ジャーみたいなとか好きになり、ね、ちょっと後で話しましょう、炊飯ジャーのとか。アスカね、はい、はいはい、アスカとか銃撃ついてるんですよ。いや、これ可愛いよね。うん、眼帯しちゃって。そう、やっぱ強いし、しかもガリレオに、うん、アグナムとかな。はいはいはい、
まあ、こんな感じでございます。あ、この間ね、俺アバロンね、今まで8回ぐらい勝ちました。まあ8回じゃねえな、もうめっちゃトータルでアバロンね、やりすぎて慣れたんですけど、あのやっと落ちた。え、初落ち。あのね、俺ほんと運ないなって毎回思うんですけど、カメ食えないんですよ、ほとんど長い9割カメを食え。きつ。俺だよ、3時間、あ、2時間か、うん、大体1時間か2時間なんですよ、うんうん、で、あのがっつりやってやりすぎてるんで、うん、もう負けないんですよ、ほとんど一人でやるとね、一、ね、うん、人でやると負けなくて、おちょっとした自慢入りましたね。いや、ね、だから皆さん、これ五右衛門自慢入れてきましたよ。今やり、皆さん分かるでしょ、あの最初のじゃ勝てないけど、やりまくってると勝てるんですよ。まあまあ慣れてくるし、ね、そう、慣れっていうのは大事、うん、モンスト慣れ大事です、はいはいはい、で8回ぐらいやったけど勝てないっていう、勝てないと落ちない、うん、バカ野郎っつって、はあ、とね、ここのね、カメクエシステムはね、嫌だよね。ほんと疲れるんですよ、まあ、落ちるときやたら落ちるけどね、そんとかね。ああ、悟空ね、うん、悟空はもういつでも使えますよね。はいはい、これね、あの思い入れ、なぜかね、こいつと強い武田信玄。なんで友達と、うん、あの一緒に引くみたいな、おう、そんな、なんかちょっとした企画みたいなことしてた。要はまあ一緒に引こうぜって言って、こういうシステムの時に、はいはい、いや、だからさっきと同じですよ。要は中二病でみんなが持ってないキャラクター欲しいと、うん、なんか中な、超獣神サイト最初のうち俺引かなくて、はいはい、あ、逆に、そう、イベントの時に要は新キャラが出るかって言って引いて、うん、武田信玄が出て、すっげーテンションが上がったので、うん、意地張ってたんやね。そう、だから神様も持ってるけど、あ、ほんまや、もうほとんど使わん、ね、80で止めてるもんね。そう、あえて、あえて今まだちょっと使わんかな。マジか、亀だって下いっぱいあんのにな。そう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 今だって 2,3 体使ったらたまるで。あれ、リオレンス。え、なんで。みんなびっくりしますよね、こういうのコラボ。コラボ、え、もう、あの、結構みんなびっくりして、初期、そう、後で神王家とかもいるんですけど。マジか。はい、要はモンスターハンターのカードのやつとコラボしたの。あ、カードなんやこれ、うん、あ、後ろにカードありますよね。だからもうほとんど多分もうないのかな。なんかエビフライみたいな感じでなんか揚げられてるの。やめなさい違う、やめなさい。あ、違ったの。そうそう、いや、で、なんか俺ちょっとあのアフロディーテちょっと可愛いなって思っちゃって、ね、確かに2体持ってるのね、ちょっと取ってるっていう、かるよ、混ぜようっていう感じですけどね。フレイヤーもね、そう、あとはラドンね。ラドン、ラドンね、ラドンね。水いきましょう。はい、ドゥ、これね、なんか進化させるか迷う。重心力ね、2個使うから、この最新の超絶かな、はいはいはい、ですよね。こんなに来てましたね、うん、迷う。こいつね、俺多分こいつ一番好きかもしれない。俺常日頃こいつが、うん、あのフレンドワーク。あ、そうなん。あの、なんだろう、あの絵が、絵のタッチが超良くないですか。なんか絵画的な感じね。そう、なんだろうな、可愛いし、そう、なんか他の妖精系とは若干、なんかどっちかというと立体化するような、うん、実写的に近いのかな。そう、だから俺ね、これでね、あのいい意味をつけるためにすっげえ回ってた。熱き遊撃と照明をつけるために。大好きやん。大好き、あのね、超かっこいい。なるほどね、性癖が見えたね。性癖まで行くかな。ではない。チュンリ。ああ、チュンリ可愛い。可愛いね。はい。俺はただチュンリの方がいいよ。断然。そう。断然可愛い。はい、じゃあニャンニャン行きましょうか。ああ、もう最高これ。ダルタニャン。なんかね、俺ね、水だけはいいんだよね。いや、いいわ、羨ましい。ダルタニャン2体いるっていう。マジかよ。そう、水の遊園で本気出してやって、うん、1回も出なかったのにシングルで出るっていう謎ね。すごいよ、ほんまに。謎ね。全然すげえ。2年間やると出るんですよ皆さん。出えへんわ。2年間やれば出るんだよ。ほんまに。そう、これあれやで、コメやってたけど出てへんって人からバッシング来るけど、もうそれを見越しての今の発言って、うん、ね、でもね、ことで言うよね。あの、保険かけときますけど、僕ルシファー、ルシアじゃねえ、ガブリエルとか持ってないんで。いや、話が違う。また違うやんそれ。いや、だから欲しいキャラをずっと狙い続けてればね、出るん、光は見えます。マジか。で、出にくいもんだってね、超獣神祭とか出えへんし。そうなんですよね。そう、だから水キャラだけ俺いいんだよね、ほんとに。天草とか、はいはいはい、神か、トクエルもつけまして、水も滴るいい男ってわけですな。いい。あ、ランスロット2体いる。そう、ランスロットもね、ランスロット俺も好きで、意外とアバロンの時とか使いますよ。マジか、ロミオかぶったな。いや、そこまであの思い入れないでね。あ、大丈夫。僕どっちかっていうと、ナナミの方が。ほう、ナナミね、うん、俺で言う多分3番目ぐらいのキャラ。え、昔弾いてってこと、はい、一番最初の方に聞いて。へー、一番最初僕はコルセアなんですよね。ほん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 、が初期入れた。リセマラしたの。リセマラした、した、頑張って。ほんほん、そう、星5出なくて。
で俺の最初の運曲がマリー・アントワネット。いやまあまあいますよね普通に、はい、マリー・アントワネット最初の運曲謎でな。まあ作りやすかったんですか。いやあの中二病、中二病みんな作ってないから、あのぜひね皆さんもね最初何運曲作ったか教えてください。うん、コメント欄でねちょっと待ってましょう。あのできればクイバタ以外がいい。あー確かに、そうクイバタ多分多いかな。クイバタ以外っていう人をコメント欲しいですね。はい見てください。え97メカゴジラ、うわー惜しい。もうねあと2体あのね残り100連できたんですよ、うん、100連で97で、うん、いけるっしょと思って、ほうそのコラボが終わって100連見たら出ないっていうね1体も出ない。最悪1体も出ない。もう最悪。もうだって97とかほぼ使い道ゼロじゃないですかもうマジでショック。最悪だな。はい、はい、みんな大好き。あー最強みんな大好き。いや可愛いよな。いつまでも使ってますね、うん、やっぱ水では。いやめっちゃ可愛いもん。重力バリアだったら使えますね。俺基本黒髪ロングのスウェット好きやけど、テキーラに関してはもう青髪のロングの全然いい。オッケー全然オッケー。多分黒髪も似合うしな。はい、じゃあ草ですね、うん、あ間違えちゃった。気づくて、はい、オリーブね。最初ね運極目指そうと思ったけど無理だねえこれ氷。いやこれはメダルかな。新しく出たメダルっていうやつがあって、メダルでできるんですけど、うん、期間限定なんか100日だったか何百日だったかですけど、うん、無理なんで頑張れない。オリーブめっちゃ可愛い。可愛い、初めて見た。可愛い、可愛いし強いんですよ。あ、そうなんや。ハートバリアっていう、あのハートバリアってあのルシファーのバリアみたいな、え、そうなんやつだし、エナジーハートっていうあのエナジーサークルのハートバージョンとかね。すげえ。てか俺やってない感がすげえつい。めっちゃ怖いよ。俺テキーラ一番言ってたけど今一瞬で変わった。早いな。いやめっちゃ可愛くない？オリーブね。プリティやほんまに。ほんまに名前にプリティでついてるだけあるわ。これ多分皆さんイベントやってればすぐゲットできるから。できる？はい。ゲットしよう。可愛いわ。はい。じゃあどんどんいきますよ。はい。バルキリーね、ゴージャスさんよく使ってますよね。うん。これも美人ですもんね。そう。バルキリーもね、もう最近使える。本クエストほんと増えましたよね。あ、そうなんですか。本当にあ、ダメージ。ドゥームとか、はいはい、大適正ですからね。ワープついてもんな。そう、はいはい。デッドラビッツ、ほうほうほう。デッドラビッツもね、あのストライカーズコレクションってガチャあったじゃないですか。うん、ありましたね。あれね、皆さんあの絶対引いてください。あれ本当にね、ほういいキャラが揃ってる。要は超獣神祭とかももちろん引いた方がいいと思いますけど、うん、もし次回あったらね絶対引いた方がいいキャラです。あれは、うん、ダルタニアンとかラファエルとか、俺もラファエルそこで出たんでね、クフに、まあまあ、おークフにね、これもまあよく見かけますね。これも27回かな使えると。はい、で見てくださいこのクーフーリン2体、うん、あのシェヘラザード2体、おちなみにコルセアも2体いるんですよ。かぶりまくりますね。そうコルセア痛い、バッハ痛い、なんでそんなかぶってる。ヘラクレス痛い。やっぱ2年やってたらそんだけ。ベルフェゴール2体、オリオー2体。やばい、オリオーやばいな。オリオーもだってリョーマの時に俺リョーマかオリオーでもいいみたいな。オリオーもその時代最強ですよね。懐かしいのか、この謎のかぶりね。すっげーな本当にこの子は、うん、クルスやね、うん、僕の初期キャラ。いやコルセアはもうね服装的には最高にいいんですよね。最高ですよね、可愛いし。僕のね本当にずっと最初コルセアだったんでね、懐かしいな。はい、じゃあ光いきましょう。はい、さあこんな感じで全然カムいるじゃないですか。カムね、カム読みますよ、うん、あとねこの間だったと武蔵ね。あーなるほどね。武蔵はあれでやってましたね、キツキルリラの時代のガチャの時に、うん、なぜかこの子が出て。武蔵強くないでも武蔵は超強いね。なんか強そうでしょ。超強い、本当に強い。あの串ゼロ、ほう串じゃねえ、つくよみゼロか、つくよみゼロにめちゃくちゃで規制ですね。へー、はい、あそこにちょっとかみますよ。かみもいいですよ。いいな、はい、重心がしてるね。そうですね。で、もちろんゴエモン、はい、あのね、あのね、これはね、意地でも俺運極にしたかったんだよ、ね、ゴエモン。あの、僕前の、うん、あのいろんなところでも、まあ、学校とかでも、はいはい、あだ名がゴエモンだったんで。あ、昔から。そう、あ、そうなんや、まあ、なんか自分で名乗ってるからなんかよっぽどなんか自分のこと好きなんやなと思ってたけど。ちゃうわ。違う。そうなんや。違う違う。 あだ名やったよね。そうだから、クレパとね、クレパと意外と珍しいのかな。うん、あの光限定のキャラですけど、使ってる人は見たことないかな。25回かな、25回で使えるんですか。毒で、まあ、使ってるっちゃ使ってるかな。うん、あとさっき言うと、うん、
まあモーツァルト下のやつ、これが下オンベイレーザーのやつ、まあ、結構面白いんですよ。珍しいですね、うん、他にはない、ものでございます。はい、で、あ、ちょっと待って草言っちゃったけどさ、はいはい、ね、ごめんね、ちょっと時間取られます、いただきますけど、あ、人王がこういうのもね、マジかちょくちょく見せていけたらいいなっていう。で、後ろに鉄板があると鉄板ちゃうわ、焼かれてるんですね。違う違う違う、おかしいでしょあ、違ったと、はい、へー、すげー、こういうキャラもいる。カッパエビセみたいなやつ、カッパエビセやめなさい美味しそうと、やめなさい、へえ、すげえ、やっぱコラボ系多くなってくるよね。そうそう、昔のキャラとかへえって言ってくれる人も多いのかな。ラスカルとかね、ラスカル可愛いなもう欲しかった。これ一番最初の僕のラックキャラでした、はい、ラックキャラなんだ皆さん多分ね、うん、あのすげえ見てくれてる人は、うん、見てくれてるっていうか昔からやってる人は楽しいと思う。ああ、ラスカルいる。ラスカルいる。いや、ラスカルの時代からやってんかいみたいな。ラスカルとかも。ラスカルに合わせてくれてみたいな。知らん。知らん。あ、知らん。はい。知らんか。じゃあ見ましょう。はいはい。せっかく歌おうと思ったよ。シロツネクサのみたいな。誰？知らんの。花が咲いたらさあ行こう。なんだよそれ。知らんのに使うなよ。なんで知らんのに使ってんねん。知ってるやろ。なんだよそれ。ラスカルの歌も知らんのか。知らない。まあいいけど、闇行きましょう。はいはい、ということでね、あ、ロキね、ロキはもうね、いや、かっこいいわこいつも。かっこいいし、重心か、強いし、重心か、うん、すげえな、すげえかっこいい、必要みたいな。2体2体なんかね、あのもう1体にね見つけようと思ったんだけどね、うん、っていう、あ、そこまで手が回ってない、手が回ってない、うん、はい、まあバベルはね安定に私は運極になってますので。はー、すげえな。あのね、一つだけ物申すけど、俺あの一応結構無課金でずっとやってて、うんうん、今も課金はしてますけど、うん、あ、してるよね、うん、ちょくちょくしてますけど、はいはい、まあそんなにゴリゴリっていうよりは、うん、あのまあライトちょくちょく、うん、ライト課金、ライト課金なんですよね、はい、まあ月3月とか2月に1回ぐらいちょくちょくしていくかなっていう、はいはいはい、欲しいキャラがいた時にとか、うん、まああんましないんですけど、俺無課金の時から覇者のとこクリアしてたんですよ。ほう、絶対やってください。ランク150を超えたら、うん、あの負けるんですよ。絶対勝てないのは分かってるんですよ。ほう、最初のうちは勝てないけど、勝てへんけど覇者のとは絶対やってほしい。マジ？なんでかって、うん、オーブが全部勝ってると60個もらえる。あ、トータルで。そうで、その度に10連引けるんですよ。まあ確かに、みんななんか勝てねえやつってスタミナもったいねえって言ってやんないんですけど、うんうん、そう、俺だって1回で止まってんもん。いやいや、まあそうなんだけど、うん、絶対やったほうがいい。あ、やったほうがいい、無課金の人は。あ、そうなの。俺も無課金ユーザーの時も本当にずっと慣れでできるから、へえ、マジでやってほしい。だからみんなが23回がやばいとか聞いてて、俺もうそうなんやって、そうそう、1回から動いてへんけどな俺って思ってそうそうなんやね。なんで、そう、絶対やったほうがいい。やったほうがいいんや、はい、あ、じゃあ俺も頑張ってやろうかな。あしね、絶対やったほうがいいですね。あー、そう興味ねいや、興味ないことないよ。あー、そう、とか言って、あ、そうなんやな、疲れちゃうでしょ。いや、まあ、うん、まあ、うん、ダークドラゴンね、一応身もついてまして、はい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 、あの2体合わせたですね、2体合わせたですね、こいつしか作ってないですけど、はい、いや、ようやるわ。その他頑張れなくて、すげえわ。あとは、うん、まあ安定のハーレーとか竜とかね、はいはいはい、ルシファーとかで、これで言うと、イエス、あのバトラー、バトラー、バトラー頑張った。え、これはゴジラコラボ、うん、ゴジラコラボ。ちなみにモス、うん、後で運極見せますけど、モスラとバトラーは運極になりました。すげえな。あとは何そのなんかグロテスクなやつ、どれどれ、この3体いるやつ。あ、これあれですよ、ゴジラキャラのスペースゴジラ。スペースゴジラこんなんやったの、いかつなんか今星4限定とかあるじゃないですか、うんうんうん、そういうののために一応取っとこうかなっていう。なるほどね、めっちゃいかつやついるわと思って。ゴリゴリですよ、進化する。はあ、すげえ。その右もそうってことだよね。じゃあこいつはどっちかやった、進化前。あ、進化前の、いかつすぎやろ。57って止まっちゃったけど、こっちとか70で、ああ、はあ、ラック交換用ですね。なるほど、はい、こんな感じですかね。はい、あとこれで言うと、あと、うん、なんだこいつか、ティガレックス、またコラボまたコラボで、また焼かれてる鉄板で、そう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 、鉄板ちゃうわ、鉄板ちゃう何回同じくらい、違うんよね。ということでね、はい、ここまでやってきましたけど、すげえ、ちょっとなかなか取っちゃいましたけど申し訳ないです。ボックスの中の量が俺の単純2倍あるっていうねすごいわ。じゃちなみにラックも見てみましょうか。ラック見ましょう、何体いんねや、300体ぐらいんちゃう、いないよ、458分の300じゃん。
今何体だ15かな。あすげえ。であとちょっと出てき、あ、あれあかんやつや、97やつ見て見て見て、うん、97でしょ、うん、97なの悲しいな。この2体2人ともそうで、97からもうモスラとバトラしか出ないよっつって、97までしたらもうほんと切ない。ほら見て、なぜかモスラ運極になったのが55あるの。えさらに、いやだからあのもう100連でモスラしか出なくて、うん、なるほど。やったらモスラ出たんですよ。きついな。まあでもモスラ当たりやったんですもんね、あの時は。まあまあそうですけどね、うん、あのねここら辺ももったいなって言われるんですけど、サジもそうなの。ほんまや、同じくサジバック頑張ってたのに無理やった。無理やった。はあ、すっげえ。ってことで私の取得順からすると、はい、ラスカル、ラスカル一番最初。そうラスカル。え逆にどういうこといやだからプレゼントでラスカルゲットできるんです。あ、初めた時にラスカルが初めてもらえたんや。そう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 。あ、むしろじゃあラスカルが欲しくて始めたようなもんってこと。そうじゃないけど、そういうことや。だってこの1体目にあるって普通大体ガチャのキャラで来るやん。そうそうそう、ラスカルからって。これあの始めた超初期からやってるけど、うん、あの一番最初ロイゼの大冒険かな、うん、そこはまだやってなかったのかな、うん、俺まだガラケーだったのかな、そんな感じで。時代が。ちなみにこれアマテラスって神化するの知ってました？え、すんのこれこれ神化？星4キャラって神化できる。え嘘やん。え、アマテラス神化すんの？神化します。これしてんの？してる。すげえ、マジか。そういうキャラもいるんですよ。ちょっと皆さん探ってみてください。実はいますよ、神化。マジか。こういうね、面白い豆知識とかも広げていければと思います。はい、こんな感じですね、僕のボックスは。で、ちょっと最後にちょっとお話ししたいんですけど、僕のボックスとかを使ってね、例えば、覇者の塔とか、うん、さっき言ってた23階とかね、どっか行ってほしいとかいう要望があったら、うん、例えばグレモリーを連れて23階に行ってみてくださいとか、はいはい、いろいろちょっと試してみたいなと思ってますので、ぜひぜひなんか行ってみたいところがあって、パータスキング使ってアバロン行ってください。おかしいおかしいおかしい、うん、おかしい。そこまで僕上手くないからね。そうではないと、うん、なんか僕今度やろうと思ってるのは覇者の塔を、うん、まあ上から順番に40から順繰りに行ってみようかなと。え、上から降りてくる？そうそうそう、逆に逆にね、もう上から、だから20、うん、30からガーってやっていくのはみんなよくあるやつだからさ、はいはいはい、上から降りていくのとか、上買ってたら下も余裕じゃないんですか？そうでもないんですよ。そうでもないの？あのね、39、40は余裕だけど38難しいみたいな。え、そんなんあんの？そんなんあるんですよ。すげえな、もう上の話だから全くついていけない。すげえ、そうなんや、はい、ということで僕のちょっと拙いボックスですけれども、何か言ってほしいっていうのがあったら、うん、ぜひぜひコメントに書いていただけるとすっげえ嬉しいです。はい、ということで今回はここまでですね、うん、はい、はい、なかなかすいませんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ジムチャンネルはですね、だいたい毎日ですね、放送してますんで、うん、配信してますんで、はい、よろしかったらチャンネル登録、あとはいいねとかですね、はい、グッとしてくれるとすごい嬉しいです。嬉しいですね。はい、はい、ではでは挑戦好きね、挑戦可愛いねっていうことで、また次の動画で会いましょう。バイ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 。 GM コイン